どうかしたの？いや、あのな、俺実を言うと一度眠ったままのお前を置き去りにしてここに戻ってきたんだ。え、まさか宗師君ってば私を置いて逃げようとしたの？ちゃんと戻ってくるつもりだったって。断じて逃げたんじゃない。っていうかちゃんと迎えに行ったろ。それもそうか。しょうがない、許してあげます。そりゃどうも。話がずれた。それでどうかしたの？いや、あの時はさ、なんかこうすごくこの部屋が冷たく感じたんだけど、戻ってくるとやっぱり暖かいよな、この部屋。そう思えるんだ。二度と戻ってこれないだろうなって思っていたから。やっぱり俺疲れてるみたいだ。お帰りなさい。こら、宗七くん、ちゃんと言いなさい。お帰りなさいと言われたらどうするの？ただいま、すず。また一緒にいることができてよかった。宗七くん、もうしょうがない。だから助けてくれてありがとう。
おはよう。宗七くん、ガンバ。恨んでやる、呪ってやる、たまってやる。宗七くんがあんまりよく眠っていたものだから起こすとちょっとかわいそうかなって思って。かわいそうじゃないから起こしてくれ。なんで？眠りたいだけ眠る、起きたい時に起きる、これが狐の摂理というものよ。私なんて眠りたい時は1年でも2年でも眠ったわよ。規則正しい時間に起きて、規則正しい時間に学校に行って、規則正しい時間に帰って寝る、それが正しい人間の摂理なんだよ、このキツネッコ。はてにゃ。あいってってって。宗七くん、生きてる？さすがにこれくらいで死にはしないって。宗七くんじゃなくて、その隣で寝転んでる人間のことを尋ねたんだけど。え、あれ？嘘。しっかりしてください。
ぱり死んでるんだ。死人を見るのは生まれて初めてだけど、やっぱり生きてる時とは一味違うね。遅刻するんじゃないの？すず。お前のことは一ノ谷塔子先輩に頼むから。いや、これは男泣きってやつ。いやき君の方こそ大丈夫かい？と下ろしなさい。はい。まったくもう。宗七くん、年上の狐の話はちゃんと聞きなさい。ダメな弟だなんて言われたら私が恥ずかしいでしょ。ダメな弟云々はともかく、今回は本当に俺が悪かった。ごめん。私はともかく、宗七くんが変な目で見られていたんだけど、気づいた？急ごうよ。ここでもたもたしていると遅刻するんでしょ。
そうだな、急ごうか。おはよう。ごめん、ちょっといいかな。おはよう、キサラギくん。その、大丈夫だった？それより、あのさ、鈴が腕を叩いた子って誰かな。ありがとう、助かる。おはようございます、キサラギくん、スズさん。転校初日から遅刻寸前とはなかなかあっぱれな根性ですね。まあギリギリ間に合ったのでよしとするよ。すず、教科書ちゃんと持ってきたか？当然。宗七くんこそ今朝はドタバタしてたけどちゃんと持ってきた？カバン持ってくるの忘れた。バカ。なんとも幸先のいいスタートですね。キサラギ、いや喪失の方だが、お前教科書を忘れたのか？すいません、つい忘れてしまったものは仕方ない。ま、妹さんが隣の席でよかったな。ほら、よそ見しないの。
私は別にどっちでもいいよ。なら適当にパンを買ってくるけど。どうしたの？いや、もたもたしているとパンが売り切れるかもしれない。急ごう。どうするの？別に見られていたって支障はないけど。誰かわからないし、放課後まではトラブル起こしたくないからな。っていうか、誰が見てるんだろう。女の子が二人、多分ね。匂いがそんな感じ。匂いで女か男かわかるんだ。さすが。伊達に200年も狐をやってませんのだ。何か言わなかった？いえ、何にも。どうするの？とりあえず放っておこう。別に害はないと思う。多分ないといいな。ありませんように。宗七くん、後半が願望になってる。どうしたの？ちょっと食べててくれ。用事ができた。別に怒ってるわけじゃないんだけど、叩かれたのはそりゃ腕を掴んだこっちも悪いかもだけどさ、ゲスっていうのはすごい私傷ついた。昔あんな風に言われたことあったんだもん。まだ壁の外にいた頃だけど。そのついカッとしちゃったんだと思う。本当にごめん。
そうよ、妹さんが直接謝るんだったら私だって許したけど。まだあいつはそのこっちに来たばかりで心の準備とかいろいろできてないから。後からちゃんと本人からも謝りに来させるから。まあそういうことなら。何かバカなこと考えてるでしょ。すず、あ、ごめん、待たせすぎた。ううん、宗七君が悪いんじゃない。悪いのは私だから。少し待ってもいいんだよね。うん、すずだっていろいろあったんだし、頭が整理できてからでいいよ。うん、まだいろいろ混乱してるからごめん。ゆっくりでいいからさ。そうだよな。少し元気出たかも。でもどうしてこんな匂いがしたんだろう。すず、お前何かしたか？私別に何もしてないよ。でも何なんだろう。よくわからない。放課後か。帰るの？生徒会室に呼び出されてるからな。お前も一緒に来るんだぞ。分かってるって。ねえ、いや、叱られるとしたら多分俺だろうな。別に球団誌に呼んだわけじゃないですから。
そうなんだ。それはどうもありがとう。じゃあもう行っていいからとっとと消えれば。そういうわけにはいかないんです。二人とも生徒会室に案内するよう言われてますから。ええ、野生動物が校舎をうろつき回っても大変ですし。別にあなたみたいなものに道案内してもらう必要はなくてよ。いるんですよね、よく。そんなくだらないことに意地を張って迷子になる人って。あら失礼、野生動物でした。悪いけどちょっと黙ってて。すいません、用があるなら後にしていただけますか。二人とも、いい加減にしろ。黙ってて。ごめんなさい。ああ、いたいた、トーニャ。何やってんの。早く二人を生徒会室に案内してあげないと。もうほとんど揃っちゃってるわよ。ナナミさん。ちょっと、キサラギくん、どうしたのよ、いきなり。いや、助かった。俺一人だと手に負えなかった。なあ、なんでスズは、その、彼女と仲が悪いんだ？なんでかな？先生の因縁とか、そういうのじゃないの。多分、相性の問題だと思う。心配しなくても大丈夫。嫌いだけど憎くはないから。それって何か違いがあるのか。うん、あるよ。嫌いは嫌いなだけ。憎いっていうのは殺意を抱くの。例えるなら、首をねじり切りたいなって考えるような。お前にそういうセリフは似合わない。何すんのさ。うん、どうせ怒るんならそっちの方がスズに似合ってると思う。二人とも生徒会室を通り過ぎてどこに行くんですか。こんばんは。
人とも昨日の今日だというのに悪かったな。空いている席に座ってくれていい。ラジオのてっぺんみたいな面してんだよ。ほらほら座れや座れ。はじめまして。私は姉川さくらと言います。これから一緒にお仕事するのでよろしくお願いします。あ、こちらこそ。姉川先輩。違います。私如月先輩の1年下です。1年生なんです。本当に？確かに本当なんだ。なぜお前はこのメンツの中から俺を選んで確認させるか。ごめんなさい、姉川さん。宗七君、君は本当にデリカシーないよね。いえ、気にしてませんから。改めてよろしくお願いしますね、先輩。あのさ、姉川さん、俺のことを先輩って呼ばなくてもいいよ。くんづけとかで。その私後輩なのに姉川さんっていうのは。ちょっと事情があって、とてもじゃないけど先輩なんて呼ばれるような身分じゃないんだ俺。いや、でも。でも、やっぱり如月先輩は如月先輩ですから。ウイウイしいカップル見てるみたいで気分が悪いわ。桜城、こいつは先輩と呼ばれるのが嫌なんだから仕方ねえ。如月さんかさもなきゃ宗七さんでいいだろ。まあそうですね。じゃあ宗七さんで。そうし、桜城が嫌だって言ってんだから、姉川さんはやめておいてやれ。下の名前で呼んでやれ、下の名前で。ああ、じゃあ、さくらさん？ちゃんでいいだろ、ちゃんで。さくらちゃんで
いいのかな。はい、宗七さん。これからもよろしく。いろいろと迷惑かけるかもしれないけど、頑張るから。そんな、私の方こそ迷惑かけるかもしれないですから。そうだ、そんなお互い譲り合ってる場合じゃないのです。どうしよう、私やる？それとも美羽ちゃんが自分でやる？やる。はじめまして。はじめまして。私は新井美羽と言います。さくらちゃんと同じで1年生です。先輩、じゃなくて、如月さん、よろしくお願いしますです。あ、はじめまして。その、美羽ちゃんでいいのかな。はい、それでよろしいです。すみません、宗七さん。美羽ちゃんはちょっと恥ずかしがり屋なので、初対面の人にはぬいぐるみ越しでしか喋れないんです。腹話術？宗七くん、それ多分力だよ。ぬいぐるみの口がちゃんと開いてたから。本当はこれに頼らずに挨拶したいそうなんですけど、なかなか難しくて。のんびり行こうや。はじめまして。
私、何か匂いますか？あ、やっぱりだ。お昼休みにあの香りを出したのはあなたね。すず、何がどういうことなのか説明してくれ。だからこっちの小さい子の力が片白に喋らせることなら、当然こっちの大きい子にも力があるってこと。二人とも朝から私たちをこっそり観察していたでしょ。やっぱりバレてた。ごめんなさい、どんな人か気になったんです。はい、私の力、すずさんの言う通りで、そのあんな風な香りを出せるっていうか。でもあなた、さくらはあの香りがどんな場所だったかなんて全然知らないでしょ。その人によって感じる匂いが違うらしいんです。一番その時に人が落ち着く香りを出せるっていうか。へえ。でもどうしてあの時そんな力を。あの時そのお二人が悲しそうな顔をしてたからつい。ごめんなさい。やっぱり差し出がましかったですよね。ごめんなさい、私が一緒に行こうって。悪いのはさくらちゃんじゃなくて私です。気にしないで。むしろ感謝してるから。よかった そろそろいいかね。すいません。これで全員揃ってはいないな。七海くん、愛野くんはどうしたね。今日は学校に来ていないみたいです。朝方来るとは連絡が来ていたんですけど。こちらにも連絡が入っている。だから放課後には間に合うと思ったんだろう。もしもし、愛野くんか。生きてたのか。あの上杉先輩、東子先輩は。心配するな、東子は必ず来る。ちょっと用事があってな。
今は来ることができないんだ。さくらちゃん、愛のカリトって人はどういう字を書くの？愛するの愛、野原の野、カリウドと書いてカリトって読むんです。ナナミさんと同じクラスで。もしかしてペンネーム？本名です。すず、ソシチ君呼んだ？いや、なんでもない。5分後だな。分かった。では待っていよう。愛野さんってどんな人なんです？変な人。具体的には？ですね、そのちょっとナルシストなところがあると言いますか、すごく自己陶酔的なところがあると言いますか。でもいい人ですよ。いい人ってフォローが虚しいわね。これ何の音？遅れました。
君が新しく入ったというゾンビだ！それでだ。君たち何をやっているのかね。